いらっしゃいませ。いや。どうも。どうも。ワンダーマさん。誰？Let's go. I don't know what comes in, but I couldn't care less. I refuse to feel stressed. There's no fear in my chest. Hit a pull for my steps. Walk away from the pain I've been through. This feeling of feeling is brand new. This is the moment I break through.間のさくらんぼです。いや知らねえな、誰だ。さくらんぼ、誰だ。実はこの間道端にですね、ダウンしてしまってて、おお、あのパンさんが端に避けてくださったんですよ。お名前は桃園って言います。桃園さん、はい。あ、そう、はい、ありがとうございました。その説は、おお、いえいえ、邪魔だった、ね、だけはい、失礼しました。おお、いえいえ、邪魔だったからどかしてもらえたんですね。よかった、邪魔もろ。約束通り遊びに来たぞ。ほら、お前が来いって言ったんじゃないか。声が小せえな。腹から声出せよ。うるせえな。お二人はどんな関係なんですか。どういう関係。すごい、ビジネスパートナーってやつだ。ビジネスパートナー、そんなとこだな。なるほど。で、何がおすすめなんだ。チナバームクーヘン。何？チナバームクーヘンだ。なんだそれ、バカにしてんのか。バカかどうか一回食って考えるよ。おお、一個よこせじゃん、それ。一個？いいからまず見してみろ、それ。どうします？将棋はこれパティパティ20個と、はい、あと飲み物おすすめ、シナバームクーヘンか、これ。ああ、シナバームクーヘン、チョコミント味。ミントある？お前センスいいな。ミントの20欲しいです。ああ、これは非常に好きな味だ。そうさな、150。 OK。ありがとうございます。でお嬢さんのおすすめは。でも乗りましたか。おすすめですか。そうですね、ムーンサイドというカクテルをおすすめしてます。うーん、それ見してみて。少々お待ちください。バンさんの見せてな。何が。ん、何、シュガピじゃん。そうだよ。え、今気づいたの。おう、今気づいた。シガピはバンさんが入ってきた瞬間からバンさんだと思ってたのに、バンさんは今気づいたんだ。遅かったね。シガピそんな、そんなになかった。ごめんね。そうだよね、シガピなんか魅力ないもんね。ごめんごめん。なんかだってもう敵になっちゃったから、シガピのことなんか興味なくなっちゃったもんね、バンさん。そう、敵になっちゃったからね。そうなんだよね。うん、そういうことなんだよ、シガピ。じゃあやっぱ脱退を視野に入れて活動を続けていくしかないかもしれない。なんでだよ。シュガピさん、何？だって意地悪言うんだもん。
パンさんがいるからいいじゃないですか。そうだよね、そうだよね、そうだった、そうだった。カクテルですね。へぇ、ね、素敵だ。ありがとうございます。いい色だな。ありがとうございます。何が混ざってんだ。何が混ざってる。うん。これはでもね、バターピー、バタフライピーっていう、そのハーブ、うん、使ったカクテルなんです。ほう。非常に、そこからですね。非常に美しいな。ありがとうございます。じゃあこれも150もらおう。ありがとうございます。持ってます？もう持てるぞ。あります。多分シナバームクーヘンはもう切ってあるから。はい、かしこまりました。ドリンクはドリンクで切ってくれ。あ、持てないな。ちょっと待ってな。はい、これで持てないか。どうだ。お渡ししますね。うん、あ、持てました。あ、違う、これ50個だ。違う。あ、100は持てないよ。だな。あ、50個も入りますね。ほら。ゴルマまでお持ちしましょうか。どうしよう。誰か手空いてる人います？モルトモだ。お前が持って帰ってきてくれ。オッケー、お迎えって、プレゼン。でやでは請求いたします。いいよ。うん、いくつ渡したんだ。50だ。50。正規で牛で帰ってるから拾って、入れとけばいいか。牛ま、うん、そうしてくれ。で、東優さんは。はい。ギャング。自分グッバイです。あ、君グッバイなの。はい、なのでバンさんが、うん、ルークとあとムーチョ、うん、今探してますよね。探してる。でも自分もちょっと情報を集めてます。へえ、なるほど。はい、君グッバイなんだ。はい、最近黒い仕事も始めたんですよ。へえ、なるほどね。知らなかったな。本当に最近なんですよ、しのさん。何のプロジェクト。普通ね、レイ君あったから乗せてもらった。大丈夫になった。うん、大丈夫、ありがとう。オッケー。知らなかったよ、俺は。あ、いや、全くそんな気はないが。長いは無用そうだな。行っちゃうの。ダメ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 。お嬢さん、今日は何番？うん、223番です。223番か。チップだ。じゃあな。ありがとうございます。バイバイ。バイバイって言って。なになに？手紙にバイバイって言って。じゃあね、シュガピー。バイバイ。バイ。バイバイは？バイバイ。なんでバイバイがいいんだみんな。シュガピーバイバイ。なんでバイバイがいいんだ。バイバイがいいから。どうしてジャーナじゃダメなんだ。バイバイの方が嬉しい。どうしてバイバイとジャーナは何が違うんだ。バイバイの方がなんか距離が近いから。私の中ではジャーナの方が距離が近いんだな。じゃあどっちも聞きたい。じゃあバイバイも欲しい。今ジャーナ聞いたからバイバイも欲しい。それは欲張りすぎじゃないか。欲張りでしょ。いや、まあ他の組織だからな。じゃあな。いやだ、いや、なんでバイバイって言って。ダメ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 。いや、バイバイって。バイ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 。バイバイ。うん、バイバイ。バイバイ。またね。はいはい。へい。あ、どうしよう。あら。ちょっと車ここどけるわ。
オッケー、ごめんごめん。お？カジノの横。オッケー。ヘスティ、この先まっすぐ。ヘスティ、質問。右側にいるじゃない。 What happened？ 戻ってきて。はい、バイバイって言われるのと、はい、じゃあねって言われるのと、またねって言われるのだったらどれがいい？バイバイ、じゃあね、またね。え、ば、ふ、あの、誰が言ってるの？誰が言ってるの？え、言われるの、自分が。自分が？自分が相手に言われるの、うん、それ。え、でも私だったらもう馴染みがいいのがバイだよね。バイバイ、うん、バイバイね。え、一回全部ちょっと言ってみてもらっていいですか？それで嬉しさを伝えます。どれがいいか。うん、一回全部言うの？はい。あ、そう。私、はい。うん、オスどうしたの？ね、もう、今質問してんの。質問。バイバイっていうのと、じゃあねっていうのと、またねっていうのどれがいいって。またね。あ、またね。うん、次ちゃんと言ってくれるの嬉しい。うん、バイバイは、バイバイは仲がいい感じするけど、次また会ってくれないのかなってちょっと。ももみバイバイって言われるのと、ももみまたねって言われるのと、向かいは、ももみじゃあねって言われるのと、また車パスるから、またね。また会えるですよ。なるほど。やっぱりなんかいろんな言い方があるよね、日本語は。でも英語もそうじゃない？そう、でもさ、なんかまたねとか、例えば bye と see you later かな。 bye、 see you later、 see you soon、先生、あ、そうだね。でもなんかみんな言うんだったら普通にバイーだね。だからなんかそうね、どれ言われたら一番馴染みあるって言われたら、この中だったらバイバイだね。バイバイ。日本語にはね、昔の地域にはしたっけって言って別れる言葉もあるよ。知ったっけ？したっけ？うん、あるね。まあ25は元取れないよ。全然取れないね。いくらでもらってるっけ？よくわかんねえな。あれ。バンさん、したっけ？ゾバ知らん？使いません？したっけな？あれが？おお、すごい。あ、まあ武器担当が、あ、まあいつもいくらでもらってるっけ？なんかしたっけっていうか、したっけなみたいな感じじゃないの？1枚いくらかはわかんないですね。何枚いくらならわかるんだよ。すごいナチュラルだった。うん、難しいな。そんなことで悩んでるね。え？なんでそのお別れの言葉で悩んでるの？いや、求められるんだ。バイバイって。あの、一つにしてみてもらってもいいですか？なんか、あの、バイみたいな。え？めっちゃ軽くて私がバイって言うってこと？これすごい、すごい、あの、仲いい友達とか、みんなこれするんですよ。最後の帰り側に、そう、あの、私の友達とかは特に、バイって言って。え、全然嫌だ。いや、本当に言うんですよ。え、でも全然私は嫌だな。あ、嫌ですか？嫌だ。いやー、そうなんだ。バイバイはなんかちょっと子供っぽい感じが確かにあるから。いやだ、バイバイ、ま、だから相手の名前呼んでバイバイって言えって言われて。へぇ、例えばももみバイバイって言ってって、って言われんの。なんでだかよくわからんのだよ。名前と一緒に、またねじゃダメなの？って思うだろ。でもバイバイはいいらしい。
その違いがなんだかよくわからんのだ。響きじゃない単純に。バイバイって何か二つ同じ言葉重ねるの可愛いもんね。可愛い。だからかっこいいボスが可愛いこと言ってたらギャップで嬉しくなるか。なるほど。まあもしくは。なんかよくわかんない。ダンディだったけどね、バイバイ。ダンディだった？バイバイが。うん。いやバイバイ、マクドナルドもバイバイって言うじゃん、すげえ。だったら、何言ってるかわかんないか覚えてないやん。私何言ってるかわかんない。私マクさんの言葉 90%、99% わかんない。何言ってかわかんない。最近私の名前も言えなくなってんだからな。モモミね。ボボビちボボビちゃんなんだ。ボボビちゃんって感じ。ボボちゃん。それだけをもらうのがまあ。だがもうどん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 ひどくなっていくマーク。うん。間違いない。舌がどんどん腫れてってんじゃないか。嘘ばっかついてるから腹の皮に腫れてるんだ。そうだよ。教えてあげなモモミちゃん。嘘ばっかついてるから舌が腫れて声がそんなちゃんと滑舌悪いんだよって。話したくないそんな。話したくないんだ。変な格好で病院行ってたし、やだ。しょうがないね、それかわいそう。そんな桃井ちゃんにはじゃあおやつあげようかな。やったー。モテる？うん。ん？じゃあはい、シナバームクーヘン。おチョコミント好き？食べたことない。おお、食べたことあんな。じゃあシナバさん怖いんだよな。シナバ最初出会った時ギャルだったのに、いつの間にかなんかすごい冷たくなっちゃった。ギャル、ギャルだったよ。ギャルピー教えてよとか言って。ギャルピー、なんだそれ。じゃあももみーちゃんこれあげる、かわいい。やったこれ。タイガーちゃんのタイガーちゃんパラパラキャンディー。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。おっと、そろそろ時間だ。行かねば。うん、じゃあね。じゃあね。あ、バイバーイ。じゃあね。あれあれ。お待たせしました。ルギャラちょっと直しといて。ルギャラ。そう、レベル20は何なの？昨日のやりとりに5上がりました。なんだそれ。昨日のあの3時前のやつで5上がりました。なんだそれ。あ、でも全然壊れてないですよ。嘘だよ。ほんとボディしか壊れてない。めっちゃ壊れてる感じだったんだけど。うん、この子強いですもんね。へえ、そうなんだ。うん、よし、もらいもんだ。あ、そうなんですか。ウェスカーさんからもらった。へえ、仲いいんですね。そうでもないんだ。仲いいのかと思っちゃった。仲いい、好きよ。ウェスカーさんのことですか。うん、おもろいやん。面白いですよね、うん、お母さんね。布って1枚何円ぐらいで。私、出張修理を頼まれたことがあって、じゃあ目立つくも1万だ。電話越しだったんですけど、布も1万だね。だからラバーとか修理って言ってました。あ、それ言ってた、言いふらしてるって言うとく。ダメ、なんで言わないで。3000まで安くなったっけ。めんどくさいことになるから。今話してる人待ってて。バンさんだから話したんじゃないですか。近いよ、いけないんだ。いけないんだじゃなくて。やばお前それ。ねえ、言わないの。言っちゃったよ。内緒にしてください。ギャングのボスの恥ずかしい話。いい、他のギャングのボスに言っちゃったの。言っちゃった。バンさん、いかれるぞお前それ。ワンさん、うわ、行かれるわ。うわ、お願い、アンブレラ全員来るぜ。やだやだやだ。うわ、お願い。修理いくら。え、5万円です。5万円でもう切りました。え、それ5万円って正規の金額じゃない。おい、
そうです、あのボディのやつは5万円ですけど、ニトロ代は、はい、あの頂戴いたしておりません。おろ、はい、きちんと 100% つけましたので。でもはい、割引してくれてねって思ったら、ね、起きてるからですか。ちょっと今日何番ですか。その手あげんのやめて、腰腰落として手あげんのやめて、顔の目の前やめなさい、顔の手の目の前に手をやめてやめなさい。すいません、すいません、失礼だ。今日何番ですか。いいや、勘弁しといて。勘弁します。はい、貸しで。もう今日も静かだなこの店は。相変わらず。いや、さっきまですごいもうバタバタだったんですよ。あ、そう。なんか、はい、お疲れ様で。 JTS では人さらいがあったようだけどね、はい、あ、そうなんですか。うん、人さらい。オレンジ色の車を見なかった。あー、オレンジ色、聞いてくれます。あ、ダメ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 、そうだ、今学んだばっかりだった。何。いやいやいや、ちょっと帰り道にね、うん、あの私は右側の車線を走ってたんですけど、うん、ちょっとバチコーンとオレンジっぽい感じの車のぶつかったなーなんていうことが。車何だった車。え、何だったかな。なんか私もちょっと新車買ってウキウキだったんであんま見てなかったんですけど。スポーツカー。いや、多分高級車かな。多分2台ぐらいが走り去っていきました。で、怪我したの。あ、その時は怪我してないです。この怪我は全然別物です。あ、そう。うん、無傷でした、その時は。何の話じゃあそれ。わかんない。なんかオレンジの車、オレンジの車って言ったから、あ、オレンジの人たちかなと思って。反対車線走っててって。そうっすよ。車2台 ?2 台でしたね、その時は。うん。うん、ねえねえ。あ、タイミングがすごい。お電話出てもいいですか、ちょっと。いい、失礼します。えいむえいむきむきつって。はい、もしもし。天王寺や。おう、どうも。わし思いついたことがあったんだよ。思いついたこと。うん、なんでしょう。それ例の犯人って捕まったん。いや、捕まってないですね。うーん、君たちメカニック協力すれば、うん、犯人見つけられるんじゃない。確かにね、それはリバリー変えるというのは、うん、メカニックじゃなきゃできないよね。そうよね、確かにね、色変えたりね。直近でオレンジ色の車から色を変えるやつがいたら、それが犯人なんじゃねえの、うん、確かに。え、全然思いつかなかった。じゃあな。ありがとうございます。ごめんなさい、バンさん、ちょっと出張修理頼まれちゃったので出ます。じゃあな。ごめんなさいね。じゃあな。はい、お気をつけて行ってらっしゃいませ。あ、何？ウェスカーさん？違います。あ、そう。ちょっと、ね、本当に。え？ねえ、本当に。何かよ。さあ、なんだよ。さあ、なに？本当に。あ、ルー、質問、はい、修理行く前に、はい、バイバイって言われるのと、じゃあねって言われるのと、はい、またねって言われるのどれがいい？バイバイ、じゃあね、またね。うん、あ、でも またね、いいな。またね。はい、またね、ルー、うん、っていうのと、はい、バイバイルーっていうのと、あー、いいな。じゃあなるっていうのどれ。うわー、全部いいな。ごめん。全部とか使い分けがいい。いい感じですね。違うだろ、わしはどれかを聞いとるんだよ。選べないっすよ、その。いや、どれかを聞いとるんだよ。もう一回いいですか。なんでだよ。お願いします、もう一回だけ。あの、ナダルさっきの手が出血で、その病院内でダウンショー。じゃあねるっていうのと、すいませんでした。はい、またなるっていうのと、くそくそ。いや、なんか、いや、
やっぱ 3つ目いいかな、なんか、うん、ちょっと S っぽい感じの、うん、うん、でもやっぱ普段 S の人、あ、そう、普段 S の人がなんか優しく、なんか、バイバイみたいな、またねとか言うのもいいな。選べねえっす。関係ないっす。全部いいっす。全然参考になんなかったぜ。そう、参考になる。じゃない。はい。まあ多分9時前には。